小さい紙に書く予定だったんですけど、なんか何も伝わってない。スケッチブックに書いた方がいいみたいなのを聞いたので、自分で、はい、ここをかけながら、ここを巻きながらやってます。スケッチブックです。ありがとうございました。こんにちは。はい、ということで、お絵かき配信をしていきたいと思います。いや、お昼何食べた？お昼は、おかずはチキンと、チキンともやしのナムルみたいなやつと、ゆで卵と、何やっけ、あと 何かを食べました。忘れちゃった。はい、おかき配信をね、しようと思って。なんか私、え、何これ怖。なんか私、ないですか皆さん、コメント聞いたんで、もう一回コメントお願いします。なんかイラストを描きたいなと思って、でなんか今開けたらスケッチブック、なんかこんなん描いてます。怖レイオンのエポスリー。でも次のやつ可愛いよ。え、これでも私が描いたんじゃない気がする。レイオンの絵の感じじゃなくない？の誰が描いたやろ。お母さんかな。はい、私はこんな。はい、ということで、はい、そうなんです。以前のねしりとりも好評だったので、そうイラスト配信をしようかなと思いまして。じゃあこんにちは、こんにちは。そう、コアラでした今の。はい、ということで、そう、何を書こうかなみたいな感じです。なのでリクエストをいただけると嬉しいなと思います。コメント、あ、これか。ちょっとコメントを、中です。おし、いけた気がする。おし、そうなんです。そう、絵心があるねって言われてちょっと調子に乗ってるんですけど、お絵かき配信をしたいなと思いまして。なのでリクエストをください、皆さん。なんか、あ、でも人の似顔絵とかは苦手です。その動物とかは得意です。そうそう、待って、ちょっとクジャクは、え、クジャクってどんなみたいなところから始まるんですけど、クジャクはちょっと聞いたことなかったな、初めて聞きました。なんかシュールすぎる。サンタクロース、カッパ、シカ、石山の好きなラーメン書いて、こんにちは、テンナ。サンタクロース、サンタクロース、カッパ、ちょっと待って、メモりますね。一旦全部書けるかわかんないんですけど、やば、サンタ、クジャク、カッパ、これもう死んで配信できるから、なんかラーメン、おもろいな。ラーメン、ユニコーン、違うわ、アルマジロ。いや、クジャクのなんかリクエストしてくる人初めて見ました。おおはちょっとむずくね。むずくない？ペンギン、キリン、ピ、丸、中、土の子。よし、じゃあどうしよっかな。じゃあ、まず、カヌレ、かわいそう。よし、じゃあどれにしようかなで一発目は決めたいと思います。ここに書いたので。おはようございます。おはようございます。おはようございます。どれにしようかな、天のミス
様の言う通り手を奪うはガキのため、おまけに SD さんよ、ユニコーンになりました。なのでやりなう、お絵かき配信なうなんですけど、そうお絵かき配信でリクエスト今いただいて、今からユニコーンを描こうと思います。何も伝わってんのピーク、待って、ユニコーンも描けるか不安やな。ソフトクリームありがとうございます。さっきの送っていただいた絵文字を参考に描こうかな。ユニコーンでしょ、もうすぎる、マジもうすぎる。ユニコーンね、むずむずいな。ポノピーの顔描いてやってるよ。むず、人の顔マジで苦手。顔描いてしたんですよ、しておかしい、普通にリクエストあればお待ちしてます。一瞬クーラーつける、もういいよ。ユニコーンね、ピーク、ピーク、ちょっと床のけんちゃう、ここの部屋いいですね。私先週もピークやった、そのまま待って、どうだ、明るく、ピークね、事故りかも。ちょっと朝村さんのやですね。大丈夫かなこれ。あ、なな流れた流れた事故事故、あ、普通来た。なんか嫌や、可愛くない。ちょっとほっぺ描いとこ、またそう。もう最近やっとったの調子が悪いな。なんか気持ち悪い、多分顔がでかくなっちゃったなんか顔がでかくなっちゃったんですけど、僕のユニコーンでちょっと失敗した、もう一回描きたい。ユニコーンちゃんです。ちょっと失敗しました。でもはい、ユニコーンです。ちょっとここら辺があれかな、いや、なんか何やろう、なんか全体的にきしょいんですけど、まあいっか、ユニコーンですちょっともうちょっと書きやすいやつください。そんなにしてるとあれですけど、スクショしましたかユッキーさん、スクショしましたかユッキーさん。 OKよいしょ、うん、あれだ、はい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 、はい、ユニコーン、あのねのねやないんが、あのねのねはね、やったことないですね。あ、ワンタンメンさん、ソフトクリームありがとうございます。コメント星見せた2週50巻とかに全然ありがとうこれから試験なので抜けます、頑張って。いい、はい、ちさちゃんファイトありがとう、ファイト、ワクワク、うまいや、え、うまかったですか、よかったそう、髪の毛ふさふさすぎるのも問題かも。あ、ビビビさん食べてアイスクリームありがとうございます。あ、るんちゃんもアイスクリームありがとうございます。いろいろな画伯の人を見てきたからうまく感じる、ならよかった、よかったよかったあ、るんちゃんビーチボールもありがとう。横で踊ってますか。踊ってます、横っていうか目の前ですね。
ソロコン状態です。どうしよう。じゃあ私の得意分野、ちょっと名誉挽回ということで得意分野のカッパを書いてもいいですか。カッパを書きたいと思います。カッパは自信ありますよ。今踊ってんだよ配信で。ボクちゃんカッパかきな。ほら汗かきていいな。俺も汗かきていいな。ピークピークピーク無音ピークしてるから一緒に踊るか。しるちゃんいいよ。何踊りたい。なんか簡単なやつ。ほのちゃんは無理にできるけど私できない。何が踊りたい。コラボ配信です。はい。これダンサブルさんから見てんの。え、いや音流してた。見ていい。いいよ。さゆちゃんと踊りマッシュ。わらわらわら。もう下手なマジやん。バレないよ。デュエットね。どう。あ、かわいい。え、うまいね。やっぱね。マジで熱い。カッパでーす。じゃあはい。カッパしか勝たん。しようって。めっちゃいいけど。いいんかよ。でもアカペラやね。え、やだな。あ、じゃあじゃあじゃあ歌詞見ながらじゃあ座っていいじゃん。もう今めっちゃ汗かいてんの。そんなことある。先ほど映ってる。映るの嫌や。なるほど。どうですか。最近歌ってくれるらしい。いいですかこれ。敵チームすぎる。可愛いでしょ。カッパは本当に自信あります。マジで。これマジです。マジで自信あります。はい、はい、歌うよ。いきます。初めての星みんなで見ていた。いつか誰かから聞かされた星。じゃ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 はいはいじゃ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 長い長い道のりだったこの場所に来るまで自分が目指してたものは幻かと思っただけど不思議なことに苦しくはなかったよ。空を見上げ歩くってこと嫌いじゃなかったんだ。なんで私たちは信じたのか。いつまでも見えないその存在をこの世界のどこかに奇跡探していた。初めての星。あ、ピピピさん、かき氷ありがとうございます。こんにちは、星投げ50カウント完了、フル方針で両方に星投げしてます。ありがとうございます。得意分野がカッパ。そう、得意分野がカッパなんですよ。だってめっちゃ可愛くないですか、そのカッパ。カッパ大好き。こんにちは、こんにちは。星投げしに来ました、ありがとうございます。かわいいカッパだ。やっぱうまい。かわいい、かわいらしい。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。カッパ寿司で働いてそう。それはもう偏見すぎる。カッパが得意やからってカッパ寿司おもろいね。でもカッパかわいい。うまい、ありがとうございます。かわいい、サンリオ系のカッパ。そうなんですよ。あ、みゆめさん、いいね、ありがとうございます。これは得意分野だ。そう、得意分野。スタンプにしたらね、ちょっとしてみたい。最近前ね、最近ね、歌うまいですね。声量と。ごめんなさい。すいません。全然全然。今来た誰がいるの？私と向こう側にほのぴーとさゆきがいます。職場から無音星投げ中、ありがとう。釣られた。レオちゃん、初日公演申し込んでつもりで申し込んでなかった、一般的な気持ちがきる。ありがとう。全然来てくれるだけで嬉しい。いっぱい人が入ってきてさ。確かに、まあ、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。何書くか言わないで当ててゲームしよう。あり、あ、ロンちゃん、お砂のお尻ありがとう。こんにちは、こんにちは。めっちゃ可愛いカッパ。そう、カッパね。カッパのコスプレはいつするの。
カッパのコスプレはする予定はないんですけど、じゃあいずれさゆきとほのぴーも混ぜてやりますね。え、なんで道連れなのいいよ、委員会しかもねこれ知ってる富山で作られてんだよこのお菓子めっちゃドヤ顔頑張ってください、ありがとうございます。ツイッターフォローしてありがとう。こんにちは、こんにちは。お絵かき配信、そうだよ。何があるかな、むずいリクエストが。じゃあ私人むずいんだよな、マジで人むずい。じゃあさゆきかけますね。あやみが歌好きやから、あやみに歌ってもらいながら歌うか。まあもうね一旦汗拭きシートします。28日はゼロトリオが揃うね。あ、確かにレイニャ、レイポン、レオです。全身緑のタイツでカッパに変身。何があるかな。キュウリも持ちます。富山すごいな。何しようかな、ね、すごい。何を1時間配信つけて1時間どのぐらい踊れるようになるか。あ、めっちゃいいやん、やるよ。でもさ、音流せへんからもうやでだから間違えても多分バレへん。おもろすぎ。それいいな、やろうか。初めて何覚えよう、何覚えようかな。何がいいと思いますか。1時間踊ったら、いや私涙の表面張力踊って、まあ涙の表面張力いいな。でしょ、涙の表面張力にしようか。優しさの稲妻とかでもやる。優しさの稲妻か、優しさの稲妻でもいいな。え、できた。うん、あ人物がムズすぎと思って一旦アイロンするわえ、どうしよう、やばい。じゃあさゆきをカッパ風に書いてもいい。さゆきをカッパ風に書いてもいい。いいよ。私がさっきまでできた曲は、うん、カモネギまで。しかもカモネギの逃げ歌パートの時に人がいっぱい来て逃げた。そんなに、どういうこと。人がいっぱいってなんかいっぱいいたもん。最初の稲妻1時間で覚えようかな。できる。でもほのちゃんならできる。いや多分だからどこまで覚えれるか。でも1時間超えてる。え、今、うん、今日はあれだよ。あ、次の配信にしようかな。次の枠で。あ、めっちゃ汗かくやん。そう今日は服全部変えようと思ってます。今日はこれ私のいつものレッスンで、よく着るレッスン着の、このパンツに、よく着るレッスン着で、あっで、配信に3回あるから服変えようと思って、大丈夫か？で、2枠目が、とりあえずうちまた持ってきた。とりあえずうちまた持ってきた。うちは持ってきた。え、ほのちゃん？ん？ほのちゃん荷物とでかいやつ。そこをしよう。あれごと持ってくる？うん。うん、何持ってかん？携帯だけ。そうやん。どうしよう、次のアップでしようかな。急すぎる。でもさ、意外とさ、なんかさ、配信1週間結構あると思ってたけど、意外とないよな。ないね。だってもう2日目今。意外とないんですよ、配信。汗かいた。日曜日で終わりやん。うん。日曜日。すいません、めっちゃ無言になっちゃった。大丈夫、私のフリートーク聞こえてるわ。意外とね、なんか撮影があったり、公演があったり。意外と公園やばい、公園の人がみんなが好き。どうすんの配信な、それな。意外と忙しくて、実は、うん、実はね、私たち実は意外と私今週暇ではないです。多忙なんです、はい、なんか割と多忙な週に、それな。しかもさ、私個人的なさ、え学校の、うん、あるから多忙な。確かに。しかも今追われてるから、私は時間に。え、かわいい。かわいいさ。ちょっと私髪の毛とか直したら写真撮るから貸してください。ホワイトボード。オッケー。普段もっと暇な週あるけど、まさかの今週たまたま忙しい週ね。忙しい今週。ほんまにそう。そうなんです。ほんまにそう。普通にレッスンとか。こんにちは、こんにちは。ね、サッパ。今週大変な週。そう、サッパです。やばい、普通に私追い込まれてる。最近カッパです。21分、25分だったら何でもします。じゃあ次の枠で優しさに飲ましょうか。思いついた瞬間やる。はい、かわいい。思いつき派ね。
ゃあ次の3時半からさっぱやばいさ、しかも漢字なのがやばい、さすがにカタカナ漢字やばい。髪めちゃくちゃ綺麗ね、ありがとうございます。マヌシアさん、ソフトクリームありがとうございます。めっちゃ賢いかも、天才かもめっちゃ。何？で、マヌシアさんソフトクリームいっぱいありがとうございます。それでそっから TikTok 三週カッパしてはありがとう。いいよ、私 TikTok も投げてないの。かわいい、ありがとう。笑った、かわいい。カッパうますぎる。このうまいね、生誕生にぴったりの絵。うまいし、おもろい。メンバー全員カッパで描いてる。すごい上手。サイコカップかわいい。さすが。ゆうちゃん先生、ウキウキ。ありがとう、みんな。ベタベタちゃん。えいし、えい、うえい、優しさをひなせばか。まあ、それ天才な企画思いついた。ねえ、私さ、まださ、ライブのさ、野蛮な QA が頭から離れないんだけど、ダンサブルさんと、ほのちゃんとか、わかる。マジ余韻に浸ってるわ。何の余韻？マストビーナウからの野蛮な QA。 何の余韻？なんかすごくて、私配信で何回見返したかそれぐらい大好きだよ。あれかっこいいな、ダンサブルさんのこうやって活動短く、なんかオーラを感じたドライブですよ、ダンサブルさん。イエーイ、頑張ってください、頑張ってください。ゆうみさん、マジ私ダンサブルさんのさ T シャツ買うか迷った。え、それなのね。俺もあれ買うか迷った。え、でもさ、ネット販売あるなら普通に買うんやけど。え、でもそれだけじゃない。あ、確かに。え、劇場ショップに売ってくれたら。え、ショップに売ってくれたら買いに行こう。ショップに、買いに行こう。マーブルのやつね。ああ、あれ可愛いよ。え、可愛くない。こんにちは、こんにちは、レオファイト。わー、てんな、ありがとう、てんな。私たちダンサブルファン。今回今日は髪型おろしてみです。おろしてます。こんにちは、サッパかわいい、サッパです。ノイジーユークローンさん、かき氷ありがとうございます。ソフトクリームもありがとうございます。アイドルのくしゃみか、これがって言われてます。終わった。ダメなんですか、しゃべっちゃダメなんですか、アイドルは。ピーベベさん、かき氷ありがとうございます。これもかわいい、普通に。わかる、これもかわいくない。レオさん、え、かわいい。めっちゃグッズ可愛いなと思った。あれやんな、それのダンサブルさん自分たちでグッズ考案しあったよ。え、ちょっとネットで売ってるよ。え、売ってるけど、まあ、確かに送料な、ちょっと送料高いですよね。いつもそういうので買ってくれてありがとうございます。え、スワッペンとか可愛いね。ラバーバンド可愛すぎ、めっちゃ欲しい。ヘアバンドあるし、え、めっちゃ使いたい。ヘアバンド、ゆみさんが考えたやつ。え、そうなん。え、バリーやん、欲しい、普通に。レッスン、リハとかに行きようよと、佐伯がヘアバンドダンサブルって、やばい、めっちゃ踊ってんやろ。バリオン。で、これ私のレッスン着入れ。え、これ欲しい。ジムサック。ジムサック欲しい。私のレッスン着入れさ、服屋で買った布。いや、私なんかも何も入れてないね。直特に、カバンにこうやから。わ、終わった。ちゃんと入れて。ってことで、誕生日します。はい、ホッパです。ホッパ、やばい。なんか可愛いけどさ、可愛い、この写真。じゃあ誕生日します。ちょっとこれは13位、萌えキーノさん、ありがとうございます。12位、ここ失敗した。タケドンさん、ありがとうございます。前髪は自信あるよ。11位、ヤスくんさん、ありがとうございます。10位、あやみ、めっちゃ重い。あやみが誕生日入ってくれて、あやみやばいで。ジョンマくん、ハートありがとう。あやみ、でもポイント入らへんねそれ。ジョンマくん、めっちゃハートありがとう。9位、つるぴつさん、ありがとうございます。あ、8位、めいさん、ありがとうございます。ピピピさん、かき氷ありがとうございます。7位、れたいさん、ありがとうございます。ふがきりありがとうございます。6位、野原のすけのすけさん、アイドルは部屋をこかない。確かに。元気ですか。元気です。日公演に当選しました。ありがとうございます。嬉しい。3位、ロヒさん、ありがとうございます。ほのぴーは今日は、モンブランさん、ありがとうございます。今日はね、あの子はまだ配信です。まあ、ということで、またかわいい配信するときは告知するんですけど、汗かいといて。なんで4時半から前髪、そう、前髪下下のちゃんとね、見て、内股に刺してますから。これどうやろ、ちょっと足が短いんですけど、あと前髪も重くしました。固定ヘアです、そうちゃんの。どれだけ覚えるかチャレンジをしたいと思います。すごいね、ほっぱもバリかわいい。そう、ほっぱ、レオちゃんの初日当たったよ、おめでとうございます。
い、おめでとう。やばい、恋愛の初日なんかさ、なんか自分のことのようにドキドキするえ、出る最近出る、え、私も出るよ。えマジ、えおい、レジスタンスや。違う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 、ん違う、出ないの、え、嘘つきやん。でもさ、なんかさ、レジスタンスって集まる傾向にあるんだよね。なんかさ、前さ、そのさ、私がさ、私カッパでキュウキ書いたらキュウキじゃなくてキュウリ、確かにユキノと最近はそれと一緒にさ、レジスタンスやってるやん。んあ、キュウリさん、確かに私とさ、レインボースターありがとうございます。私、最近がさ、うん、おらへん時がさ、私も初日当たったよ。確かに、なんかさ、私の初日ですよ。そう、レジスタンス楽しみです。皆さんに会えるのが2人チームですか？2人です。テンナと私です。懐かしい感じしたよな。え、懐かしい。でもそんな難しくはなかったよな。じゃあマジさ、レジスタンスってさ、なんかさ、常に一緒にいる感じだよね。私とさ、テンナのカッパも描きたいと思います。なんかしかも一緒におろうとかじゃなくてさ、なんかさ、気づいたら集まってんだよ。それはしかも、うん、レジスタンスのおもろいところはほんまに私生活でも結構レジスタンスなとこ多い。私生活でもほんまにレジスタンスなとこがあるんです。そんなめちゃくちゃあるとかじゃないけど、なんかしょうもないレジスタンス。特にユキノンでしょ。ユキノンがほんまにレジスタンスすぎて、もうすげえ、もうレジスタンスになるべく、なるべく集まった3人、うん、あれは。え、でもマジ似合ってるよ。私のツイッターのヘッダーにレジスタンス。え、ちょ待って、私で後でツイートしようと思ってるんやから、それについて。なんでえ、なんか背景が変わった。勝手にで、アミになった。アミからアミになった。アミって、どっちもアミや。またダンスするので見てください。え、壁紙はないんだけど。勇気を出しなさいと、僕のお尻を叩いて。そういう歌詞なんだよ。欲しいの。え、そうね。そうだよ。なんかナンバラでさ、うん、なんか2番の歌詞を当てるみたいなさ、曲があってさ、うん、お尻、私お尻なの分かんて、うん、その僕の丸々を叩いたみたいな、うん、丸々だけして、で、うん、私お尻っていうのは分かってるけど、うん、2も丸が2個しかなかったからケツかなと思って、ケツってめっちゃドーとか言ったら間違いです。お尻や。おもろ。イケテンナでーす。プラレジ。プラレジ。プラレジ好きなんですよ。プラレジです。テンパです。テンパ。プラレジ、プラレジなんです。はい。プラレジです。じゃあまたツイッターに告知するので。豆で送ってほしいやつや、そうです。1時間後に集合です。45分。テンナのカッパは泳げない。確かに。サーファーのカッパか。そうそうそう。初日当たってもう泣きそう。おお、おめでとう。え、前は奥のお尻を叩いた。初日当選やろやろ。サーファーカップかな。そう、サーファーカップです。してください。ありがとうございました。なんていうの、テンパ、テンパ、テンパ。ちゃんとイケてんなやから。あ、ほんまや、こだわりポイント。ちゃんとポーズはイケてんな。私令和の自己紹介にいるの楽しみ。やば、令和の中央は、あ、違う、令和のアイドル、その中央にいるのはだよね。うん、1月ぶりかもすんの。マジで？せやん。覚えてない。覚えてる。覚えてない。思い出して。さっき。リサさんいますよ。お疲れ様です。お疲れ様です。コールはなんて言えばいいんだ。コールは礼王です。ちょっと黒くした。まあめっちゃ下でもちょうど濡れないんですよね。テンパいけてんな。テンパ。テンパじゃなくて、でもテンパです。小さい通入れてください。サーフボード持ってて、サーフボードどんなんか分からへん。山本ちゃん、ツイッター。山本さん、誰もありがとうございます。嘘やん、こんにちは、こんにちは。マジで頑張ってください、ありがとうございます。テンナカッパもう一度見せて。テンナカッパマジでどうですか、テンパ。そうだよ、ガチ、マジで知らなかった。待って、何分か分かったりする。31分、ありがとう。最近ほぼ素だっけ俺、テンパ。そう、キンパと同じ発音。あ、そんな感じです。頭いいですね。あ、 API 解除された。2人チームここだけなんや、不利やね。え、でもなんか
最終的になんかもうひどい加算される感じみたいな。あ、ちょっとさ、変な声すんなって。雪のも見て。は？だる。だる。だる。おそろにしたいと思ってた。え？私がさせる人は何か二人で。まずまず私もレジスタンスしようと思って。ゆまっぱを書きたいと思います。YouTube だからずっと悩んでたんよ。ライン見てたよ。返せ。それで、ゆきちゃんがなんか普通にオフショットにしてたね、レジスタンス。それを見たよ。で、ほのちゃんがそれにしてて、なんかいつでゆきのツイッター見たらいつの間にかほのちゃんが恐るなってて、なる。いや私ハブられたんかと思ってさ、だから私もやった。なるって。今みんな同じ。いやはや仲良しみたいやん。仲良しやん。誰かが帰るときさ、絶対それ不仲説出る。そうだよ。だから俺ら永遠に一緒ってことか。いやや。卒業してもやん。そうだよ。なんかさ、ゆきちゃんからささっきさ LINE でさ、ほのちゃん今日前髪薄いってきたけど。めっちゃ多いよ。しい。私先輩にアポ取りました。おう、そうだ。いいな。いいな、いいね。つながってるんよ。なんかこういう時ぐらいじゃないと無理だって、そういうのなくない？間違った。切る？うん。これ切れた。うん。一緒に切れる。え、めっちゃいいやん。いいな。じゃあ私も誘おうかな。でもさ、迷惑かなとか思っちゃった。ってさ、それだけのためにそれだけのために呼ぶのはちょっと、それはそう、もう申し訳ないというか、疲れてるかもしれない。はい、ゆまっぱです。めっちゃもう書くの早くなってきた。カッパプロやん。カッパのプロ、うん、埋めやすいな。マジでカッパ得意になってきた。巻くの。特徴取られてるね。ありがとう、初日当たったよ。レオの MC 楽しみ。レオは多分あんまり喋らない気がする。 MC 喋れるかな、分からないけど。こんにちは、こんにちは、こんにちは。平均なんですね。なるほど、そうです、そうです。カッパメンバーどんどん書いてるね。そう、どんどん書いてます。今でも全然普通の絵も書きますよ。髪にツヤがある。ありがとうございます。遊びに来てありがとうございます。後でツイッターに載せて。了解です。ゆまっぱとほっぱとさっぱとテンパと写真撮りたい。ほっぱほっぱほっぱ結構似てる自信があるな。うん、似てたもん。くるくる具合、前髪、よいしょ。レオも大変だ、初日の前にさ、そんな配信あった。確かに知ってる人できる。夜するよ。マイケルさん、レインボースターありがとうございます。タイミング悪いやな、ほんまに。結構詰め込まれてるもんな。私も追い込まれな、普通に。普通にやばい。フルートって何ですか？フルートは R が私で、DE がテンナで、なんかいい感じのコンビ名をテンナにつけてもらいました。自信持っていこう。ありがとうございます。カンバスカッパにしたらメンバーすぐ描けるようになったり。そう、なんかイラストはね、なんかなんかか、なんかなんて言うやろ、人のイラスト描けないんですよね。ウッカさんのは頑張りました。カッパ専門店、そう、カッパ専門店です。ヤッホー初日当選してた。おめでとうございます。ちょっとごめん、バリここで踊ります。ゼロカッパはカッパに、ゼロトリオはカッパになったら何になるの？ポンパとニャッパとレイッパです。勝手にレイを
もらう。ルイさんソフトクリームありがとうございます。1062突破おめでとう、ありがとうございます。レイオ初日当選メール来たよ、おめでとうございます。レイオちゃん上手ありがとうございます。カウント完了ありがとうございます。お腹すいた、やばい。普通のコンビニ行かへんねーよ。行った。うざい。間違えた。最近は？後で行く。ルイさんソフトクリームありがとうございます。笑顔バリ顔ありがとうございます。ハガッパ、ああハガッパね。確かにハガッパにしよう。ハガッパめっちゃいいよ。あがっぱとじゃあふなっぱとさかっぱにします。初日当選した、おめでとうございます。こんにちはこんにちは、りょうちゃん初日頑張ってね、ありがとうございます。フル完了ありがとうございます。なんかそうテンナがね朝から配信してくれててありがとう。テンナあとお昼も配信してくれました。テンナがテンナ偉い、無理偉い、ありがとう。テンナありがとう、マヤミがやってくれた。ふるかったあんねんよ。めっちゃ昨日と一緒、きゅうりとあのほうおすすめの、そう私がおすすめしてるよねそれ。そうあの卵が食べてると思ってるけど、そう卵と私がモバミでおすすめしてる。そうあとこれを初めて見たから買ったのよ。おすすめとか書いてあるの初めて見た。これこれ何それ、初めて見た。レモンソース美味しそう。そうでもさそれで意外と高いよ。そうよね。ねえ。こんにちはこんにちは。ようちゃん初日無事当選したよ。こんにちはこんにちはこんにちは。今倒れ忘れました。ね、マジ忘れそう、本当にやばい。忘れちゃった。こんにちはこんにちは。でちょっと一旦カッパは置いといて、一旦カッパは置いときますね。一つ目見たいかな、これも踊りたい。んどうしよう、踊ろう、どうしようかな。まずじっとできる。やばいねそれ。だいぶ、あ、そうそう、あのあれ昨日皆さんに教えていただいた、なんかないっけ、捨て星とか、なんかなんとなく分かりました。すごい。そうなんとなく分かった。でも3週があんまり分かってないかも。捨て星は分かってんけど3週むずそうやなって思って、ありがとうございます。なんかそんな複雑なものをやっていただいて。こんにちはこんにちは。やばあくびやーってしたいです。仕事しながら星3周と50礼をした、ありがとうございます。28日初日モーバー当選した、おめでとうございます。おめでとうございます。時間とかにもありがとうございます、ありがとうございます。28日はぜひ劇場へお越しください。ようこそ。初日当選メール来た、おめでとうございます。うん、1回だけ30が昼より、うん、レオとダニエル初対戦。え、いつ出るの？もう3日後、若く28、30出ない、出る出る、もう3日後？やばいね、もうちょっと、マジか。
もう3日後なんやね。頑張れ。やばいよ、全然練習できひんやん。ビもびっくりした。え、俺もやばい。笑えない。ゆうめさん、タコありがとうございます。ペンライト何色やっけ。ペンライトはピンクと青です。ピンクは、そうなんや、めっちゃ可愛いよね。ピンクは濃い方です。うん、薄い方。でもあんまり分からへんくない、濃い薄いの、うん。え、でも赤とね、濃いピンクが似てんのよ、マジで。あ、紫も似てるからね。あ、似てる。リオピとマナミほぼ一緒やろ。え、ほぼ一緒。死者が一緒や。水色と白と青と白。あ、そうなんや。西端一つ手間だ。こんにちは、お姉さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。マナミが水色。うん、マナミンが青。うん、そうなの。全然分かってなくてさ。分かって。みんなの全然分かる。マナミ、マナミ、雪のが緑なの分かる。え、私は緑と赤。ああ、正解。それレジスタンスは分かる。青原姉妹も。青原姉妹分かるやろ。青原姉妹は緑が入ってるっていうことだけ分かってる。なんでやねん。分からへん、それが。全力でレオコロする、ありがとうございます。レイボーはピンク、うん、やっぱ1個は覚えやすい。アヤミは白、うん、アミもあったらアミは白とピンク、可愛いから覚えた。可愛いよな、あれ。分からん。せーせーせー。 でオレンジ、赤とオレンジ、赤とオレンジ、うん。チャン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 、ズンズンズン、咲くのかな、まるで少しだけ知れたようになる。え、今何時だろう。43分3時。ダニエルさん、ダルマありがとうございます。しんちゃん、砂のお城ありがとう。青原姉妹、お姉ちゃんが黄色と緑、黄色と緑、ゆかたんが濃いピンクと緑。そうなんや。青原やから緑入ってるっていうのは知ってんの。あ、そうなんや。原っぱやから緑やし。なるほど。はい、さっきリクエストしていただいてた季節外れのサンタさんです。いや、外れすぎ。外れすぎ。かわいいでしょ。だーんだーん。込みにくい、込みにくいと、ここに名前書いてますから、こちさんありがとうございます。何時に、ありがとうございます。ステボシってどうすんの。ステボシは、ステボシどうするんやろ。これぐらいやと、なんか配信が始まる15分前に星を投げるみたいな。もらえるはずの星をもらわないのがステボシ。へーです。どういうこと。上手、金子さん、うまい、メイクのサンタ可愛い。そう、サンタです。ビビビさん、うまい、ありがとうございます。え、うまい方の画伯だね。ありがとうございます、そんな嬉しい。45分前か50分前にやれしてほしいだそうです。なるほどね。15分前じゃないんや。いや、これ以上。あ、45
15分前か50分前にステップしたら15分後にもらえるんか。始まった。レオちゃんのアプティまだ届かないからアミタンが10なので行く。アミタンのアプティ何やっけ。んアプリ、アミタンのアプティ、プティ、アミのプティはなんかあれの、のロスパンレス、あああれか、わかりました。天なのは今にもね表ですね。オッケー癖強いね。こんにちは、こんにちは。配信の1時間45分前に満タンにした上で配信の45分前に一星したら星3周できる。なるほどね。だそうです。なるほど。じゃあこんにちは。ステボシはレオちゃんの配信が始まる50分前に満タンの99の状態で知らない人の配信に入って星をもらうことだよ。だそうです。なんか多分これさ、ショールームもさ、オタク目線で見たことない人しか、見たことある人しかわからない。確かに。え、でもメンバーってから初めて見たから見たことあったけど、わかんなかったよ。50カウントしかやってもしてなかった。ドゥーン、怖い、ごめん、怖いよ。私たちあゆみんちのお泊り会するんだ。ええ？いつ3人で明日。えめっちゃ仲良し配信じゃない。バリ仲良しやん。じゃあ私テンナの家泊まりに行こうかな。かわいいよね、俺かわいいね。ヨシミンのさ16週とかが書いてあったのがすごいなって思った。16週ってどういうこと。書いてあって1日収録したらよし、これなら16週できますってことなのかな。そう、すごいなと思って。セボシの後は一切他の配信見たらダメ。なるほどらしいです、うん、今坂本リサさんがショールームしてて、いつでも呼んでくれたら喜んでるようだって、ありがとうございます。もう終わったやんか。3時間ありがたい、ありがとうございます。ったよ。誰おる。ママ、え、ホノピーとサユキがいます。ママ星集めに行きまくると配信あまり見れなくなる。あーなるほど、確かに結構なんかそこにいとかないと欲しいってもらえないですよね。確かに。じゃあ急いでる時とかなんかちょっと焦っちゃう。こんにちは、こんにちは。本人が伝えてってたから伝えに来た、ありがとうございます。今から南港にタコ釣りに行く。おお。アウトドア、バイバイ。タコってタコ壺じゃないんや。タコ釣りできるんや。知らんかったですね。アイピさんコラボ配信予定あります？言えてないんですよね。あの、アイカさんあれなんですよ、あの舞台の稽古があって、なんか多分忙しいかなって思うんで。そうなんです。だからどうしようかなと持っております。まこちさんとかはどうなんでしょうか。ごめん、一週と50カウントだけやけど、ありがとう、ありがとう。30秒見ないとね。そうなんです。30秒って意外と長く聞こえますよね。ほのちゃん、かわいい。強気の6人やろ、わかんない。ダジャレ打ちまたゴリラ。ゴリラじゃないですよ。なんか売れないラッパー感がやばい。タコエギタコジグ、タコエギタコジグ、何ですかそれ。タコエギタコジグ、タコジグ初めて聞きました。坂本コラボで。確かにリサさんとね、私同じ名字なので、そう、漢字は違えど読み方は一緒なんでね。あ、ダニエルさんどこ、ありがとうございます。
ケーキは仲いい、めっちゃ仲いいですよ。なんか断るごとに集まっちゃうんですよ、17人全員が。で通路を塞いじゃうんですね、もはや邪魔みたいな感じで、はい、います。でも本当に仲良くて楽ですね、一緒にいて。本当に何文字文字の通り、何の通り。ちょっと出かけてくるね。はい、行ってらっしゃい。こんにちは、こんにちは。次の配信は6時からです。6時からまでの間にご飯を食べたいと思います。次の配信僕もご配信でもいいけど、いやでもお腹空いたからそんなに待てないので。令和初日記念タコありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、人数も多いしね。そうなんですよ、人数もね17人と多いので、わあ、通路は塞がないで本当ね申し訳ないですね。でも最近はもう全然みんなで呼びかけ合ってます。そこもうちょいこっち寄ってとか、壁壁みたいな感じで、カップルやん。そうなんですよ、もう17人一人ハブリみたいな感じになっちゃうんですけど、カップルです全員が。こんにちは、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 こんにちは。お幸せも行ってきます、ありがとうございます。なんかほんまにね、そうまだね私は学校は終わってないので、そうほんまに午前中にね店内にねやってもらってて、そうちょっとほんまに店内に申し訳ないので、ほんまにありがとうって気持ちです。だるまに目が入るね、そうなんですよ、だるまに目が入ります。私の、皆さんお買い求めいただけましたか、私のだるま。仕事中やけん一周しかできんかった、ごめん、ありがとう、頑張って。いつ見てもりょうちゃんかわいいな、ありがとう、ありがとうございます。夏休みまだな、まだなんですよ、28からです。ちょうど初日から夏休みが始まります。イエーイ、こんにちは、こんにちは。最近はね、最近はあんまり学校は楽しいです、最近。でもなんか友達とかがめっちゃ遊びに行ってるのを見ると羨ましいなって思います。めっちゃ最近本当にあのユニバ行きたくて、もう本当に。なので初日が終わって夏休みが始まったら、そう、キューキもね行こうって言ってるメンバーいるので、また写真とか動画とかのあの撮ったらね、何やっけ、あれにルームスとモバメに送りたいと思います。ルームスはね結構載せました、もう動画2つと写真1つ載っけてるので、ぜひ気になる方は見に行ってみてください。動画は1個は私の結構皆さんに好評な髪型をしている時の動画で、まあ彼氏目線になれるんじゃないみたいな感じの動画と、昨日の夜に載せたやつはあれですね、あの私が必死にしてる姿を彼氏目線で見れるんじゃないかなと思っています。こんにちは、こんにちは、こんにちは。だるま全員分揃ったら展示してほしい。確かにだるまね、だるま皆さん何かこう、だるまLJK や、そう LJK です。星集めしてきたよ、ありがとう。しげやんさん、だるまありがとうございます。8月のエリバコムシ暑いよな。そうなんですよ、ほんまに普通に生活してるだけで暑いから、ユニバとか行ったら絶対暑い。レオちゃんって未だ高校生だよね。高校3年だっけ。そうです、高校3年生です。
もうそろ3時55分。ありがとうございます。レムスこっそり入ってる。ありがとうございます。じゃあもっと更新するね。で、ずっといてね。1510人突破おめでとう。ありがとうございます。4位ダニエル読み捨ててお願いします。ありがとうございます。でも多分ランキングは、今日の朝配信とお昼配信で、てんなって壇上読みしてましたか、もうランキング読んでましたか、教えてください。星投げ完了ありがとうございます。ハートの目あったね。ハートの目、ハートの目、私の目ですか。今日はえらいうまく弾けた。50カード完了ありがとうございます。まだしてないよ、やっぱり、やっぱり。じゃあ多分壇上読みは多分今日の最終枠ですると思うので、はい、今日の最終枠もまた皆さん来ていただけると嬉しいです。今までの壇上はねちゃんとスクショして置いてあるので、はい、だるま、だるまのハートの目ね。なるほどなるほど、ハートの目、目が綺麗、ありがとうございます。目はよく褒められることが多くて嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということでちょっとランキングスクショします。はい、スクショタイムだけしとく一旦。OK ですか。めっちゃ流れ作業のやつになっちゃったけど、ありがとうございます。皆さん来てくださって、またね次5時、ちゃう6時からするので、ぜひぜひ来てください。次何しようかな。お絵かき配信の予定なんですけど、こっちでお絵かき配信しちゃったし、次何配信にしようかなって思ってます。はい、ではとりあえず6時にまた会いましょう皆さん。じゃあねー、バイバーイ。